こんにちは、みなみです。日本人女性は海外でモテるなんて話、誰しも聞いたことがあるのではないでしょうか。日本人特有のミステリアスな雰囲気やおしとやかなイメージといったものは海外では珍しいようで、そういった要素がモテの一端を担っているように思います。しかし実は日本人男性も海外でモテるということは知っていましたか？今回は日本人男性がモテる国を厳選して紹介していきます。親日国トルコ。トルコといえば何といってもまず親日国である印象が出てきますよね。東京オリンピックが決まった際にはライバルであったはずのトルコから多くのおめでとうツイートが発信されたのは記憶に新しい出来事だと思います。そもそもトルコはなぜこんなにも日本に対して友好的に接してくれているのか。これは1890年頃に和歌山県沖でトルコ船が座礁、遭難した際に日本海軍が助けたことが未だに語り継がれているからだそう。そんな出来事もあってか、日本人男性は正義感が強く、真面目で働き者であるというイメージが強く、そういった面を魅力的に感じるトルコ人女性は多いんだそう。確かに正義感が強く真面目な人と聞くと同じ女性としても安心感を抱くものですから、そういった日本人男性を好きになるのは間違いないと思いますね。微笑みの国タイ。まんべんない、大丈夫なんて言葉が日本にも浸透しており、なんとなくマイペースな国という印象がありますよね。そんなタイでも日本人男性は人気のようです。タイは意外とマイペースな国として有名で、タイの男性はギャンブルにハマったりお仕事を真面目にしないなんてことが多いそう。その反面、日本人男性に対するイメージは真面目や勤勉、優しいといったものがあり、タイ人男性とは全く逆の誠実さに惹かれる女性が多いそう。またタイは日本という国に対して裕福な国、安全な国といったイメージを抱いているようで、そういった面からも人気を集めているようです。お祭りの国ブラジル。最後はなんと驚き、お祭りの国ブラジル。ブラジルといえば女性男性ともに目がパッチリしていて顔立ちが整っているという印象が強い国だと思います。やっぱりここでも日本人の人気な理由は性格と思った方、半分正解です。なんとブラジルでは日本人男性特有の容姿も人気の一つなのだそうです。国によって美の基準が違うことは言わずと知れた話ですね。日本では目が大きく彫りの深いお顔立ち、俗に言うジャニーズ系ですねが人気なのですが、ブラジルではアジア系特有の切れ長の目や白い肌が人気なんだそう。顔も好みで性格もとなれば確かにモテることもうなずけますよね。いかがでしたか？日本人女性もそうでしたが、やはり日本という国の印象は強いようで、真面目で勤勉な国というイメージは強く出てくるようですね。とはいえ性格は国柄で決まるわけではありません。誠実で真面目な優しい男性というものはどこに行ってもモテるものですから、どこの国の女性にもモテるにもまず内面を磨いてみるのが一番の近道なのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。ご登録よろしくお願いします。